感の鋭い視聴者さんだったらね、きっと私ハイチがこの動画で何を喋ろうとしてるのかっていうのがね、想像できると思うんですね。ちょっとヒントを出しましょう。ヒント1、このチャンネルは教育チャンネルであること。そしてヒント2、明日から4連休があること。ヒント3、明日から4連休があること。ヒント4、改めましてどうも、ハイチです。明日から4連休が始まりますということでね、まあ、4連休じゃない方ごめんなさいなんですけど、まあ、一応4連休が世間的にはあるということで、で共通テスト1月からですよね。で高校受験の方も、まあ、私立が1月で、まあ、公立が2月3月とあると思うんですが、実は、受験生の皆さん4連休もうありません。ここだけです。あの祝日がねあって、3連休はあと1回2回あるんですけど、4連休ここしかないんですね。まあ、もちろん冬休みっていう期間は入るとは思うんですが、ということでこの4連休ですね、やっぱりここを生かさないといけないですね。非常にもったいない。そして前の4連休の時も話をしましたが、このねちょっと長い休暇ありますよね。これをうまく生かすと、その4連休後グイッといけるわけです。成績もグイッといけるし、モチベーションもグイッといけるし、テンションもグイッといけるわけ。でも逆もしかりで、ここしくるとですね、グダグダになります、その後に。でここで、まあ、今9月の中旬から下旬にかかってますけど、ここでぐだつくとおそらく10月ぐだつきます。で、10月の後半ぐらいからなんとか踏ん張って取り戻そうとするわけですよ。で11月でちょっとリズムが戻ってきたかなってなりますけど、まあ実質1ヶ月ぐらいですね、他のまあグイッといってる方に比べると、まあ、損をするというかペースダウンするわけですね。それはさせたくないということで、まあ、今回この4連休中のねちょっと計画の立て方というか、その辺を話していこうと思います。それじゃあ具体的な話をしていくとですね、みんなにやってほしいことは2つあります。まず1つ目はこれ4連休の話ですけど、4連休が終わった最終日、まあ、寝るときね、4連休終わりましたっていうとこまでに何をどれだけやるのかっていうのを数字を含めて具体的な目標を立てます。つまり英単語を頑張るんだったら英単語を何個完璧にするとか、ワークを何ページここまでやるとか、その決め方はみんなに任せるんですけど、数学を頑張るとか模試の過去問をやるとかじゃダメです。ちゃんと数字をくっつけます。じゃないと達成したかしてないかが曖昧になっちゃう。この4日間で、まあ普段の目標もそうですけど、この4日間ですごく大事なのは達成することです。絶対にこれをやりきるんだって。じゃないと曖昧になるともちろんねごまかせるんですよ。だから頑張るってやってたら、自分の中でねちょっと頑張れてないかもって思っても、でもまあまあ多少頑張ったしいっかってなるんだよね。でも数字の目標を決めちゃうと、行ったか行ってないか、ゴールを行けたのか行けてないのかがはっきりするから、ごまかせないんですよ。ごまかせないから、もし頑張れなかった時のダメージは受けます。もちろん受けるけど、でも達成できた時の達成感ってもう比にならないのね、数字を入れなかった時に比べると。だからこの4日間はやりきったよ私って、俺頑張ったなっていうのが絶対的に欲しい、その4日間、4連休が終わった後のためにね。だから必ず数字を決めてください。で4日目が終わるまでにこれっていう全体パックでまず目標を決めるでしょ。それを分割していく。1日目にこれとかで、もちろん例えば英単語をじゃあ200個ってした場合に、4で割ればさ50、50、50になるんだけど、でもみんなの予定もあるじゃん。2日目はちょっとなんか予定が入ってるとか、家族で出かけるかもしれない、わかんないけどね。だからそういうのもちゃんと加味して具体的に決めてって、1日目はこれやります、2日目はこれやりますっていう感じで、これはちょっと強制じゃないんだけど、個人的な希望ね、この時期だからこそやってほしいのは、ちょっときつめに設定してごらん。いつもは結構目標立てるときに、これだけやろうって決めたら3割削れっていうの、目標を達成することが大事だから、じゃあ200個って決めたら3割削って140個みたいな減らしてってほしいんだけど、この4日間はちょっと頑張ろう。いい。でも、ちゃんと相談して、できないかもと思う目標はいらん。それは目標じゃない、そんな理想論だから。いらないから、きついかもしれんけど、でもやってやるんだって。本気で心から思う数字目標を作って4日間の目標を立ててください。で2つ目です。今4日間の目標を立てましたよね。でそのやる前に、本当は前になんだけど、9月の30日、つまり9月末ね、9月の最終日までにこれをやっておきたいっていう目標を先に掲げてください。こっちが先です。本当は9月の30日前にこれをここまで、これも数字含めてね、ここまで終わらせるんだ、だからこの4連休でこれをやるんだってしてください。
でこれはなんでかっていうと、もちろんね、短期的目標とか中期的目標、それの観点も大事なんだけど、ちょっとさっきさ、ハードにやってねって言ったじゃん。こう減らさずにちょっと頑張ってこの4日間はって話をしたんだけど、結構頑張るじゃないですか。でまあ多分ね、わかんない、みんながみんなじゃないけど、まあ、自分の動画とかいろんな人の影響を受けて頑張ってこう鼓舞してさ、頑張る方もいると思うので、達成した時にちょっとハードペースでやりすぎると、その4連休終わった後にね、多分ぐだる方出てきます。バテちゃうんです、体が。で火曜に4連休終わるじゃん。で水曜、まあ長いと水木あたりに、なんかちょっとこう、なんつうんだろう、やりきったが出すぎて燃え尽き症候群じゃないけどになっちゃう子もいるのね。でそれを防ぎたいので、防ぎたいから9月の30までにこうなっておかなきゃいけない、ここまでやんなきゃいけないっていう目標を立てておくと、4連休終わった後もそこゴールじゃないから、それは30までにこうなるために今頑張って走ってるってイメージを持ってほしい。そこゴールじゃないからね。だからそこをちゃんと9月30を設定して、4連休終わった後もちょっとペースダウンはいいから、もちろんいい、ただゼロにしてほしくないの、水曜木曜を。4日間頑張ったし、今日はもういいや全休みたいな、やんなくていいやはやってほしくない。ちゃんと、時間かなり減らしても構わないから勉強するっていうのは欲しいので、そのためにも中期的目標の9月30日までっていう目標を決めた上で4日間の目標を掲げてください。ちなみに一緒に勉強しようの生放送、自習室って俺が言ってるやつね、あれも日曜と火曜の夜10時からは、もうやれるの でもうちょっと増やしたいんですけど、まあ、ちょっと今それは限界かも。増やせそうだったらまたね、コミュニティとか流すんですが、まあ、それもやりますんで、よかったらね使ってください。で最後に、一つメッセージというか、まあ、そういただいている相談に対して一つ言いたいことがあります。今なんかやる気が出ないっていうのに悩んでる方いらっしゃると思います。まあこれはこの時期だけじゃないです。受験生にしても受験生じゃなくてもそういう時期はやってきます。モチベーションってずっと高くはいられないです。難しい、どうしても波があるから、波が下に来てる時期になってる方が今多いです。これは時期的な問題もあるんだけど多いと。でそのね、まあ、特に受験生だとさ、頭の中ではさ、やんなきゃいけないって思ってるわけよ。だってそうでしょ、止まってる暇なんてねって、まあ、千円たち足りなかったらさ、休んでる暇なんてないのに、でもやる気が出ないみたいな。でやらない理由、頑張らない理由って探したらいくらでもあるんですよ。だって何でもこぎつけられるから、めんどくさいとかさ、言ってしまえば英語なんて将来使わないしみたいな。でも言えるわけ、何でも言える。でも頑張る理由ってはっきりしてるわけはずなんだよ、本当は。分からんよ、そこがさ、例えば志望校が決まってたとしても、もしかしたら最近志望校が揺らいでるとか、あとは志望校とかね、まあ受験生じゃなくてもテストでさ、何位何に入りたいって決まってても、でもこの順位取って私の人生どうなるんだろうって思う方いると思うんだよね。それもこぎつけてるよ、結局やらない理由を。で努力ってさ、もう無駄な努力ってみんなどう、あると思う、無駄な努力って。これは人によって考え方はいろいろだと思うんだけど、俺はないと思ってる人間で、なんでかっていうと、無駄かどうかって他人が決めることじゃないんよ。俺さ、大学卒業してね、東京学芸大学卒業して、俺営業マン入ったんよ。じゃあとみんな学校の先生になってる中で営業マンにやって、塾講師やって独立して今になってるんだけど、今でもね、その、まあ、今こういうことやってんじゃん。営業マンだった時の努力というか無駄じゃないとか、あとは教師になってないから、その学芸大で勉強者さんの努力とか、学芸大に入るための努力って無駄だったですよねって結構言われるの今でも。でもそれはさ、その人が言ってるだけじゃん。俺の人生だし、俺が無駄だと思わなければ無駄じゃないんだよ、努力って。いろんなとこ努力してきたし、まあなんだろう、笑い話になる努力とかあるよ。俺例えば高校の時にギターが弾きたくて親にねだってね、ギター買ってもらったんよ。で練習したん、頑張って。でもね、全然できんくて、でまあちょっとはできたけどうまくなんなかったんよ。でやめてしまって、まあちょっとやってやめてしまって、まああれは下手したら無駄かもしれないって思うよ。笑い話になってる、もうあれうまくならんかったなって。でも俺ギターに触れるっていう経験とか、あそこで何かに打ち込んで頑張ってるって、あの瞬間に関しては俺無駄だと思ってない。誰、人が何と言おうと。そうだから、みんなに関してもそれは思っててほしくって、みんなが無駄って思ったら無駄だよ。それはみんなが決めるの、努力が無駄だったかどうかは。そして無駄だったかどうかを決めるのは今じゃない、未来なんだって。振り返った時に無駄だったかどうかを決めるわけだから、それは今努力をするしないの選択肢の理由にはならないと思うんだよね。将来、どうせこの努力無駄だって思うからやらない、そう思うならいいわ、もう止めれない俺は。それは何も言えないけど、でももし今こう頑張ってることがなんかなんのかなとか、無駄になるんじゃないかなと思ってるんだったら、未来の自分にちょっと信じてやり、未来の自分を、未来の自分が無駄だと思わなければ無駄ではない、プラスだったって思わせればプラスなんだよ、その努力は、って思ってください。
じゃなきゃやってらんないよこの仕事も。いっぱい言われるんだから。そう、 YouTube やってると特に教育だからね、いろいろ言われるからさ。でも俺はそれは別にそう、なんと言われようとそうは思わないから、自分がいろんなことやってきたことを生かしてみんなにも話せるし、そうだから無駄なことなんじゃなかったと思っているので、みんなもそう思ってください。まあまあ信じきんなくてもいい。でもそういう思う、そういう考え方もあるんだなとは思っといて、無駄とかっていうマイナスの、感情とか、マイナスモチベーション、モチベーションおかしいか、マイナスの感情っていうのはどんどん広がるから、プラスよりも簡単に広がっちゃうから、ぜひ今マイナスがね、こう心の中でこう侵食してるんだったら、ちょっとこうプラスのエネルギーさしてやんな。じゃあなんか辛くなっちゃうから、みんな自身が。いいかな。ちょっと話がそれちゃいましたけど、まず今回やってほしいのは9月30日までのまず目標を決める。そしてそれを達成するためにこの4日間何をやるのかっていうのをちょっときつめに設定してください。でも何度も言うけど、絶対やってやるんだっていう本気で思うやつだよ。いいかい。ちょっとでも、あ、無理かもしんない、でもハイチあんなこと言ってたしって思うんだったら減らして、いいよ、減らして怒りゃしないから。達成することが一番大事。そこをちゃんと、目をそらさずに決めてもらえたらと思います。まずよかったらね、コメント欄に詰まった、コメント欄にね、みんなの目標を書いてください。自分もね、書いておくわ一応やること決まってるんでね、仕事内容なんてあんま書けないんだけど、書いておく。はい、じゃあぜひみんなも書いてもらえたらと思います。ということでね、生放送もやりますんで、この4日間有意義に過ごしていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。以上です。ありがとうございました。